どうも皆さんこんにちは。今日はですね、やっとこのお知らせすることができるっていうちょっとあの皆さんニュースがあります。もうタイトル見てバレてると思うけど、このリュックサックです。これ皆さん知ってます？これはですね、ここにガズレレって書いてあるでしょ。これガズレレが作っている、あのね、これウクレレケースなんですよ。ウクレレケースに見えないウクレレケースで、これよく見てもらうと、これね、こう後ろはリュックサックになってるんですよ。リュックサック、はい、こんな感じ でここにも黒に黒でガズレレっていうプリントがあったり、でこっちひっくり返すとここにも黒くラバープリントでガズレレって、これ黒に黒です。この辺がいいでしょ。そしてこれここにハンドルもついてて横持ちもできるんで、サラリーマンの人はスーツに持ってもなかなかいいぞということで、ちょっと今バスの開けたままなんです。閉めてちょっと説明するよね。こんな感じで横でも持てるんですよ。すごいスタイリッシュです。そして特徴はこの幅がすごく薄く作ってあるんで、この大きいんだけれど大きさを感じるんで、女子が持ってもね、ちょっと大きめのリュックぐらいのイメージなんですね。で、まあ、ここ正方形というか長方形かなんで、中ちょっとこっといわゆるリュックサックしてない感じが結構いいかなと。これ大評判で、実は去年の1月にこれ初めて製品化して、販売させてもらったんですけど、もう結構すぐ売り切れていただいて、コロナ禍になっちゃったんですけど、でお出かけする人少ないかなと思うんだけど、なくなっちゃって、もう売り切れたんですよ。でその後がですね、問題でございます。これいつ次の出るんですかってすごいお問い合わせをいただいてて、やっと今回もう一回、再販売、受付、予約受付開始です。もう発送するのは日付は、いつだっけ？5月2021年の5月の20日以降順次発売、発送するということになってまして、今日のですね、お昼から、つまり今日は5月1日のお昼12時から、もうその予約のサイトがもうアップロードされます。ここにちょっとリンク貼っておくんですけど、ここ見てください。ここで、いろいろ紹介してますんで、このリュックをね、はい、これはぜひ皆さんお手に取ってもらって、ちょっと中どうせだったらせっかくなんで見てもらいましょう。開けますとどうなってるかというと、こんな感じででっかいんですよ。結構でこれが結構キーポイントで、これポーチが2つついてます。これはですね、こういう譜面台を入れたりするときにウクレレ傷ついちゃうかもしれないんで、これもクッション素材になってて、ここにマジックテープがついてて、こうピタピタとこうね、はめられるんですよ。でこっちにはチューナーだとか、例えばね、カポタストだとか、まあなんかハンカチとかなんか入れといて、そうそう、これペットボトルの水とか入れといて、これ、ね、ここにピッとこう貼り付くわけ。これ優れもんでしょ。でこれで大きいスペースでもウクレレの動きが制限されるっていうか、はい、これちなみにコンサートウクレレですけど、コンサートウクレレも余裕ですっぽいです、はい、こんな風に収納するとウクレレがこのね、譜面台ケースとかでこれブレないんでガラガラしないっていうのがあります。そしてまあこれはかなりの裏技ですけど、こうやって今1本入ってますが、こういう感じで全然ウクレレ2本入っちゃって、はい、これ気をつけてくださいよ、扱いは。でここの素材はですね、もうほぼ1センチぐらいあるすごいクッション材が入ってて、楽器を守ってくれるやつなんで、ここもそうです。なんで僕の場合はね、こうやってたまにこうやって2本持ってるときは、こういうところにT シャツだとか着替えをいっぱい詰め込んで、こう動かなくてこうガチャガチャ当たらないようにロックしてたりするんで、2本入れるのはあまりおすすめしませんけどね。でもやぶさくではないときにはそういうときに使えるということでございます。なんで普段はこのポーチをこのクッション代わりにして、ここにスマホスタンドとか、スマホの撮影する時のスタンドでもいいし、譜面台とか、それがね、いろいろ考えられてるんですよ。で僕はどっか例えば、イベントがある時なんかはこんな風にウクレレを入れてって、でここに着替えとか歯ブラシとかひげ剃りとか入れて、こっちにはパソコンも入れて、ここにチューナーだとかなんかいろいろこまごましたものをいっぱい入れて、これ弦だとかね入れて、やってるんで、これ1個でもう相当こと足りる、相当立派な旅行カバンにもなります。これだからウクレレ入れなくてもね、旅行の時にも全然これ旅行カバンで使えますんで、そういうことで、改めてお知らせですけど、5月1日2021年5月1日にこのガズレレの 2way リュック、2way ってなんで 2way かというと、リュックみたいに背負うのとこう横持ちできるという 2way なんですけど、これの、予約受付注文と、まあ、販売再販売が、決まりましたということで今日お知らせします。はい、そしてね、重ね重ねですけど5月3日、ガズレレ YouTube チャンネルで、ガズレレの、ね、生配信、ライブ生配信、これ無料のやつですんで、どなたでも参加できます。もうステイホームの時期ね、皆さんお家にいる方はぜひ YouTube
14時からやりますから、はい、5月にね、なんかあの何やるか全然決めてないですけど、もう適当におしゃべりしてなんか楽しくやろうと思ってますんで、よろしくお願いします、はい、ハニーさんももしかして登場してもらうかもしれない、途中、ね、夫婦でセッションやるかもしれな れない今緊張してるんですよね、はい、まあそんなことで、まあ、楽しい時間を過ごせたらなというふうに思っております。はい、はい、今日はそんなふうなお知らせでございました。皆さん楽しく音楽していきましょう。ゴールデンウィークはまあステイホームね、まあしていただいて、ステイホームもなんかしょんぼりじゃなくて音楽で夢中になって、音楽奏でることでこう免疫力高めて、ね、そんな感じでいきましょう。はい、本日は、お知らせ動画になりました。見てくださってありがとうございます。ガズレレ.comホームページよろしくお願いします。さようなら、バイバイ。